私はマーテル、そして大いなる実りそのもの、人々の希望が、そしてロイド、あなたの希望が私をよみがえらせた。あなたがミトスの姉さん？いえ、ミトスの姉であったマーテルは私の中の一人に過ぎません。私はマナーそのものであり、大樹そのもの、大いなる実りに吸い込まれたたくさんの少女たちの象徴、大樹と寄り添うために誕生した新たな精霊、そして種子は今私と共に新たな目覚めを迎える。これが大樹カーラン。すごい、とても大きくて綺麗。これが大樹の未来の姿。でも今はまだ小さな芽。このままではすぐに枯れてしまうでしょう。どうしたら大樹を守れるんだ？この大樹を慈しみ愛すること、その約束が果たされる限り私もこの木を守りましょう。約束する。もしも木が枯れそうになっても必ず俺たちが食い止める。ではロイド、代表としてあなたにお願いします。契約の証としてこの大樹に新たな名前を。え？大樹カーラーンはかつてエルフがこの大地にやってきた時、彼らを守る者としてここに植えられた木。新たによみがえったこの木はエルフと人とその狭間の者すべての命を守る存在だからこそ、この木には新しい名前が必要です。ロイド、名前を決めてよ。私たちみんなの木に。この木は世界をつなぐ鎖なんだよな。よし、決めた。この木の名前は